ここに再現されたのは19世紀イギリス・ロンドン。人類代表がこのような場所でやりたいと要請。神代表は慈悲深くもそれを受諾。かくしてここに史上初神対人類路上決闘ストリートファイトが実現した。神代表が人類代表に有利な状況を認めてくれたってこと？なんで？くたくた人間だぜ。なんでなんぞくれてやれ。さあ、望みの舞台でどんな戦いを見せるのか。第4回戦、人類代表はこいつだ。西暦1888年8月31日金曜日、その怪物は濃い霧の中から突如として姿を現した。鋭い牙で切り裂こうとしたのは売春婦5名の命か、ノー、人類社会そのものか、ノー。瞬く間に300万都市ロンドンを恐怖のどん底に陥れた悪の中の悪、漆黒の闇を心に浮かぶその男の名は人類史上最も著名な殺人鬼。ジャック・ザ・リッパー。ジャック・ザ・リッパー。なんだと。マジかよ、あれが本物の。犯罪史上最大の謎が人前に出てきやがった。いや、っていうか人類代表に何殺人鬼。ふん、なるほど、そうきたか。相変わらずやらしいやつ。そして人類に敗れた神々の屈辱を一点の曇りもない完全勝利で晴らす。そんな難行に挑むのはこいつだ。ネメアの獅子を、地獄の番犬ケルベロスを素手で屈服させた豪遊、与えられし12の難行を突破し半身半身の神へと昇った。地上と天井にあまねく光をもたらす正義